吉田の老勢うまいことを言いやしたね。おほん待てよくぐり何てげすまたくぐれるしもう一つおまけです。兄さんあたやもでげすよ。このあた往来の真ん中でまたちょいと兄さん、まあ野暮なことを言う割にはいい男だね。あたしこの人どっかで見たことある。この1月にあたし押し戻されたような思い出も。あっ、どっかで見たところのサインやないよ、あんた。江戸随一川の成田屋12代目のお旦様夏尾に海二つじゃありませんかな。にまああっちねもう成田屋の主義だからね、あっちもくぐらないとは言わないよ。それにまたもうおめでたいことがあった。いやいやこれは本当に本当だから私嬉しいのよ。大病を克服されておめでとうございます。それにもう高年落ち着いておめでとう。もうそんな兄さんに似てる兄さんからの頼みじゃ、あっしもうこぐらないと言わない。こうなったら一肌二肌ならぬ一股二股関心のまたくぐりと出かけましょう。お本吉原なんぞ来るんじゃなかった。小引き町行きゃよかったよ。ああ歌舞伎座行きゃよかった。それにさよならだってしさね、うん、やったさよならったってただのさよならじゃない、本当のさよならの中のさよならのさよならだよ。もう剣もなかなか取りにくいってしさああいやだけどまた粘ったでちょいっとさよなら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 随分使っていただきました。何かね、夢見せてもらったからさ、まあ夢といやこの歌舞伎座には夢や思い出が詰まってっからね、なくなっちまうのはちょいと寂しいような気がするんだよ。もうすぐ一桁になっちゃうしさああ寂しいような気もするけれども、新しい歌舞伎座でまたいっぱい夢を見せてもらいましょうよね。だからよその舞台のお二人の兄さん方もいつまでもお若くて、いや今でも十分お若いけれど、皆さんに夢をね送り続けてくださいますよ。まあそれまでは演舞場南座美園座松竹座その他いろいろ、ついでに中村座国運もいい
しばしの間歌舞伎座からはさようなら。おほん